温泉ソムリエツアー in 南房総、はい、だよね、はい、金井君、はい、に参加をしようという皆さん、このですね久里浜発の、横須賀からですねこの久里浜港にやってきて久里浜発のフェリーに乗って金谷に渡ると、これがねとても便利ですしね、フェリーの船旅がいいんですね、ですから、まあ、フェリーはご自分で乗らなきゃいけないんですが、フェリーの乗り方もですね私今日は、ここで、動画に収めますのでどうぞよろしく。フェリーターミナルにバスが着くと、ここが、金谷フェリーターミナルですね。ここが久里浜フェリーターミナル、横須賀市久里浜のフェリーターミナルです、ここに到着した、バスで、さて皆さん、ここが横須賀久里浜フェリーターミナルですね、東京湾フェリーのバスはこのバス停に着きます、久里浜駅からバスで5、6分、まあ、10分かかんないですね、そして中に入って、ここで片道800円往復だと1450円の切符を買っていただいてフェリーに乗り込む。久里浜のフェリーターミナルにはコーラルというですね、食堂があってですね、ランチタイムにはご飯が大盛り、横須賀海軍カレーとか、結構ね最近これねマグロの生姜焼きとかね、最近これ随分あのメニューが充実したみたいなんですよ、ね、どうよこれなら素敵です。金井くん、これ大好きなものがあるよ、これ。いいの、いいの、ほら、ほら、これこれ。キリンビールがありますね、キリンビール。ビール飲みたい。冷えてます。冷えてます。600円。いいね、ここでまず、1日限定5食の、この三崎のマグロ丼や、高落ち丼なんか、食べながらビールを飲んで。いいです。横須賀といえば海軍カレー。ああ、そうそうそう。いいでしょ。ね。ここで食ってですね、ドーンとですね、フェリーに乗ると。フェリーに乗るところまでちょっと行ってみますよ。ね、これ上上がるんですよ。トン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 と上がってね。で、フェリーにはここから乗り込むんです。ここから。車の方はですね、このように、フェリーに乗り込むと、まあ、これはね、パターンがいくつかありますから、金谷行きですよ。ほれほれ。まあね、なんたって船と港の間がわずか数メートルだから、すごい近いよね。瀬戸内の方のフェリーとかあんまり変わんない感じで。あっという間に着いてしまいます。さあこれがフェリーの中です。横須賀フェリーターミナルすぐ裏にですね、海辺の湯というですね、天然温泉、食堂とですね温泉が、併設している日帰りのですね、施設があります。ナトリウム、カルシウム、硫酸塩、炭酸水素塩、冷光泉という、泉質が表示されています。立派な天然温泉ですから、今回の、ツアーの行きか帰りに寄るのもこれも楽しいんですね。さてフェリーの船内でですね、ちょいとですね、この今回ツアーの下見をしておりますが、小腹が空いたと、
いつも腹空いてるんですけどね。ということで今日は珍しくビールではないんですけれども、アイスコーヒーに、なんと横須賀の、横須賀海軍カリーパン、まあよく言うカレーパンですね、どんなカレーパンなのか、さて、早速ですね、フェリーの旅の楽しみはこのようにですね、姉妹船とのすれ違いを、みたいな楽しみなんですね。ちょうどね、久里浜港と金谷港の中間地点で、これはね、私たちが今乗ってるのは、チーバックがついた、白浜丸、そしてすれ違ったのは金谷丸ですね。これもフェリーの旅のお楽しみです。さあ、そんなわけで約40分の船旅で、金谷港に着いてしまうという、いやもう間もなく着きますよ、ここにね船が着いて、ここからですね、この船がぐっとね旋回をする、これがすごいんですね。その模様をちょっと見てみましょうね。ね、寺本さん、この旋回がすごいんですよね。そうそうですね。実はこれに注目してほしいんですよ。そしてこの、東京湾フェリー、この狭い湾内でギリギリで旋回をする、ね、この動画がなんとですね、我らの友達、熊山淳君のね、はい、すごいドローン動画ね、彼がね十数万 あのドローンを1個海に落としてダメにして、木図と消えたドローンね、うわーすごいですね、ぐるーっと回ってますよ、ね、この旋回も、このフェリーの楽しみです。ぜひ皆さんご覧ください。さあぐるーっと旋回をして、約旋回するのに3分くらいかかるんですね。これはね技がすごい、まあね、これをぜひ、乗ったら楽しんでいただきたい。これ大体気がつかないんです、このことにはね、あんまり、ね、僕もあの何十回も乗った後で気がつきましたから、さて、旋回を終えたフェリーはですね、金谷港に無事到着しました。いや今日はまたいい天気ですね、これね、5月じゃない4月だけど、さつき晴れってやつかな、ね、なんとフェリーと港との境はこれしかないと。あ、もう陸地。これ早くて便利ですよね。